柳津町県民リポーターの山猫です。今回も納豆作りに挑戦してみたいと思うんですが、実はこの納豆雪国でしか作れないというこれです。幻の雪納豆に挑戦、頑張ります。我が家の自然栽培大豆、だんだんいい匂いがしてきましたよ。そして自然栽培された稲わらでわらつとを作りました。材料はこれだけです。あきるくん、はい、雪納豆って聞いたことある？雪の中で作るんだから。納豆、うん、できるんですか？できるんだ。まずは雪納豆って作ったことある？ん、雪の中、雪納豆、雪の中で作る、うん、ある？うん、作ったことあるの？雪の穴掘って、うん、その中でやって、うん、あとくべて、うん、そうやって作る。昔はよく作ってた。確かに物の本なんかでも、もうなんでこれで納豆できるのか不思議だっつって言ってるわけさ。それを作ってみようかと今日は思ってるわけ。うまくできたら味見してくんつえ。お願いします。どうでしょう。2日半です。さあどうなったか掘ってみます。こんなに大きかったんだ。掘ってみますよ。こんな感じになるよ。いや、あ、鳴ってる。イチョウだ。たまげたね、これ雪納豆だ。いや、これはたまげた。糸がついてる。涙が出る。うん、うまい。硬、うん、さもちょうどいい、うん、で、豆がうまいから、うん、うまい、うんうん、ごめんください。ごめんください。しかもちゃんとこれにあるね。あったものとは別の味だけど、本当に昔の納豆なんだよ。おお。やっぱり雪納豆ってこういう味なんだ。実はこの結果は全く予想してなくて、まさに幻だと思ってたんで、ちょっとコメントがないんですけども、うん、でも恐るべし先人の知恵と執念ですよね。そこで一句ひねりました。とても大事な話を納得です。